MGR-1 オネストジョントラックの M386 発射機場にある MGR-1A オネストジョン。MGR-1 オネストジョンはアメリカ合衆国発の核弾頭搭載地、対地ロケットである。想定された主な用途は戦術核攻撃であったが核弾頭の代わりに通常の高性能作薬弾頭を搭載することもできるように設計されていた。 当初の正式名は基本型が M31、改善型が M50 であった。オネスト・ジョンは1951年6月に初めて主権され、1954年から在欧米軍に配備された。当初は臨時的な配備を予定していたが、運用が簡単で即応性が高かったことから、地対地誘導ミサイルが次々に代替わりしていく中、30年弱にわたって運用され、 続け、アメリカ陸軍では1982年に退役した。オネスト・ジョンは日本語に直訳すると、正直者の,のジョンという意味になるが、米軍では、若い新兵を当人の本名に関わらず、ヘイ、ジョンと呼ぶ場合があるので、意訳すると、命令に忠実な新兵ということになる。この愛称は、狙い通りに命中してくれるという願意でもある。オネスト・ジョンの開発は、 1950年5月にアメリカ陸軍武器課長官房局がレッドストーン兵器省に特殊用途の大型野戦ロケットの予備設計研究に関する責任を割り当てたところから始まった。1950年の秋から大型野戦ロケットの予備設計作業が始まったがコスト削減と開発期間短縮の手段としてまだ使える在庫資材の最大限の使用が 議会の決定によって規定されていた。1950年9月、陸軍武器課長は大型野戦ドケット計画を陸軍省プライオリティ IA で確立し、その翌月には初期設計研究が完了して大型野戦ドケットの実現性実証モデル5機の組み立て作業が進行中であった。子は1950年10月26日に、 予備研究のためにダグラスエアクラフトと契約し、同年12月には、すべての関係部局と契約者の活動の調整を、含む技術監督を、レッドストーン兵器省司令官へ移した。また、それと同じ時期に、大型野戦ロケット計画は、当時のレッドストーン兵器省司令官をルガー、N、トフぬト、と太いン序によって、オネストジョンという名称を与えられた。 1951年1月に陸軍時間は先の1950年10月26日の契約を補助する形でダグラスとの正式な契約を承認した。契約の主な目的は組み立てユニットとしての実際の構成要素の設計、開発、製造と試験を通して武器システムの実現可能性の確かな証明を示すことであった。 M289 発射機上の MGR-1A 基本型オネストジョン5機の実現性実証モデルの飛行試験はホワイトサンズ性能試験上で1951年6月29日から8月7日に実施されこの試験で誤差は大きいものの単純な無誘導ロケットとしては許容できる精度で1500ポンドのペイロードを2万ヤードの距離に到達させる ことができることを証明できた。陸軍長官をはじめとする陸軍幕僚は、オネストジョンの単純さと精度を評価し、開発計画の最大限の加速を支持した。オネストジョンの正式な手続きを踏んだ要求仕様は、計画の加速が指示された、ほぼ1ヶ月後の1951年8月25日に、形式的に確立されたことからも当時の陸軍幕僚の評価の高さが伺える。 アメリカ陸軍武器科とダグラスのチームによる最初の試験モデルの設計から開発、製造、組み立てまでわずか9ヶ月未満であったことからもこれは顕著な成果と言えた。その上最初の試験飛行が最も成功していた。一連の試験結果から基本型オネストジョンは非常に精度の高いシステムとして技術的実現性が認められ1951年8月から 臨時の非常用兵器として、基本型オネスとジョンの全規模開発が始まった。1952年6月2日、ダグラスは設計図面の作成と仕様の調査だけでなく、新たに再設計されたロケットの試作50機の製造契約を与えられ、さらに同年6月16日に基本型オネスとジョンの最初の限定生産契約を受領した。 限定生産の基本型オネストジョンは XM31 と呼ばれ、1953年1月にアメリカ陸軍に納入された。1952年11月、レッドストーン兵器省はオネストジョン2000機の大量調達が承認された1953会計年度の計画を実行し始めたが、オネストジョンにおける技術的な進歩が、 全規模生産を正当化するのに十分でないという理由で陸軍武器課長は追加の制度試験を要求し調達数を200機に減らした。1953年6月に実施された20回の追加飛行試験の完了で初期の技術的な不足が修正されたことが示され、基本型オネスト・ジョンはその軍用性能を完全に満たした。これを受けて1953年9月1日、 基本型オネストジョンは XM31 から M31 に変更され、研究開発の成果である最終的な試作図面と仕様が残りの1800機の調達のために発刊された。これにより、オネストジョンの全規模生産へ移行すると同時に製品改善及び生産プログラムが始まった。サービステストの完了までサブスティチュート、スタンダードであった。ダグラスは 1954年1月に最初の量産基本型オネスト・ジョンシステムを納入し、同月193回目の研究開発飛行試験が完了した後、M31 オネストジョンの開発は終了した。レッドストーン兵器賞は1954年1月22日、ダグラスと共にエマーソンエレクトリックマニファクチャリング社に、オネストジョンの主要な共同契約者として1954、 会計年度契約を与えた。エマーソンは、オネスト・ジョンの二次供給者として1954、会計年度2800機調達の半分の900機を生産することになるが、一方ダグラスは、1954会計年度、調達分の残り半分の900機の生産契約を1954年4月2日に結んだ。同社はまず最初に、 ダグラスで描かれた全ての機械製図の判例の内容を制限することによってエマーソンによる競合契約を防ごうとした。陸軍武器課長はアメリカ陸軍武器課所管の図面の判例の内容を制限することが重大な契約違反であることを書面でダグラスに通知する要契約担当者に指示することでこの論争を解決し以降の図面の判例が適切に取り扱われるようにした。 しかし、この後も、ダグラスとの契約関連葬儀は王を引いていくことになる。1954年1月28日から3月3日の間に実施された24回の兵器システム試験は、模擬戦術上強化で、オネストジョンシステム全体の適合性と精度を測定するために、ホワイトサンズ性能試験上で実施された。オネストジョンシステムが、 野戦砲兵の運用に適したものと見込まれていたが、大幅な改善が必要と判断され、1954年7月に基本型オネスト・ジョンの大きな不足を修正するのに必要な構成要素の変更の完了後、その改善は証明された。1954年の春、オネスト・ジョンは臨時のシステムとしてヨーロッパに配備された。これは、 アメリカ合衆国発の戦術核兵器であった。1954年6月1日、最初の8つのオネストジョン中隊の配備が完了した。M386 発射機場の MGR-1B 改善型オネストジョン。1954年11月。 アメリカ陸軍は、オネストジョン制度改善プログラムの開始を認可し、九百五十五年前半から、レッドストーン兵器賞とダグラスは、公式にオネストジョン改善プログラムの研究を開始した。レッドストーン兵器賞研究室は、全体的な計画の技術監督管理を行っただけでなく、主契約者と同等として扱われ、ダグラスは、レッドストーン兵器賞研究室に対して、 下請けを負った。ダグラスは、1953年5月から、オネスト・ジョン・シニアと呼ばれる、全射程ロケットの設計提案の研究を、開始していたが、オネスト・ジョン・シニアは研究開発資金の不足だけでなく、オネスト・ジョン改善プログラムに該当する高い、国防権限のため採用されず、ダグラスは改善プログラム開始後も改善した、フィンスピンシステムとロケットモーターで完全に新しい、 ロケットの開発を推薦し、1955年5月から1956年2月の間のホワイトサンズ性能試験場で実施された改善型オネスとジョンの研究者,者で改善フェンスピン設計が誤差の主な原因を取り除くという当初の予測が正しいことを示したが、射程精度をどんなに改善したとしても全く新しいロケットの設計を必要としたため、 結局資金の制限によって、基本型オネスとジョンの改良版への移行を余儀なくされた。この基本型の改善は、XM31E2 と呼ばれていたが、1956年2月以降3ヶ月間中断された。1955年1月27日、ダグラスは、改善型オネスとジョンのために改定された仕事の範囲をカバーする。 新しい研究開発契約のコスト提案を提出した。ダグラスは標準的な6%の固定料金にさらに6%の利益を再生産権として加えた。これは1954会計年度の基本型オネスとジョン生産契約の競争契約で表面化した所有権問題に引き続くものであり、この要求によって交渉は中断したが、1955年5月、 ダグラスは6%の標準的な利益率とダグラス及びエマーソン双方の利益を保護する適切に修正された所有権条項に基づいて交渉を再開することに同意した。この後の1955年6月29日、ダグラスは改善型オネスとジョンの研究開発における2つの原価及び固定料金契約を受けた。これらの契約の一つは 改善プログラムの基本的な研究開発段階をカバーした。もう一つは、後でサインされる補助契約でデミジョンと呼ばれる単射程能力を除く計画されたプログラムの他のすべての段階を含む作業の範囲を増やすものであった。ダグラスは1956年6月から8月まで新型オネスとジョンのために基本的な構成を確立するための補助研究を受け負い、 その成果は、後の XM50 になる、モデル DM-8D と呼ばれる、ロケット設計提案になった。オネストジョン改善プログラムは、新型の開発の準備をするために新たにその、方向性が定められ、ダグラスは1957年に、XM50 ロケットの基本設計を完了した。1958年6月17日から1959年7月16日の、 間、XM50 改善型オネストジョンは、ホワイトサンズミサイル車場で、研究開発試験、エンジニアリングテスト及びサービステストの一元の飛行試験を受け、XM50 ロケットはこれらの試験中に、初めて発射された。試験中の1958年6月から、オネストジョン改善プログラムを完全に終了すべきか、資金の供給を続けるべきかを決定するために、 陸軍上総部のチェックを受信した、オネストジョンプログラムに対する全責任を引き継いだ、アメリカ陸軍兵器ミサイル軍とアメリカ陸軍ロケット誘導ミサイル局は、8回の飛行試験の後の1958年9月4日に、XM50 改善型オネスト、ジョンロケットの条件付きのリリースを推薦し、1958年10月に計画と資金供給の続行が決定された。 しかし、研究開発試験プログラムで、XM50 ロケットの設計に精度に関する大きな問題がまだ残っていることが判明したため、1958年4月1日に、アーグマはスピン安定化システムの見直しを要求し、従来のストレートスピンシステムの採用を進めた。この技術的アプローチの変動によって、改善型オネスト、 ジョンプログラムは1958年9月から1959年2月の約6ヶ月間をくれることになり、研究開発経費の大幅な増大をも招いた。1959年4月9日から5月5日に実施された従来のストレートスピンシステムによる XM50 ロケットの研究開発試写では、水平面精度は許容できることが示されが、 射程精度はなおも問題であり続けた。修正された XM50 ロケットの制度試験が1959年6月19日に再開され、1959年7月2日に一連の研究開発制度試験の最後の試射が実施され、実験データは戦術兵器として考えた場合、XM50 改善型オネストジョンが M31 基本型オネストジョンより優れていることを示した。これを受けて1959年9月、XM50 ロケットは1020機の1960会計年度調達のために限定生産に指定され、陸軍長官もこれを承認した。XM50 ロケットは1963会計年度の半ばまで限定生産カテゴリーに分類されていたが、 1962年12月13日、改善型オネストジョンは限定生産からスタンダード A に指定された。M31 基本型オネストジョンは、M6 固形燃料、ロケットモーターを動力とする直径 762mm の無誘導ロケット弾であり、2機の M7 スピンモーターを用いるスピン安定化ロケットであった。ロケットは弾頭。 ロケットモーター及び安定翼の3つの部分に分解されてトラックとトレーラーで運搬され発射の前に発射地点でそれらの部分を組み立てたロケットは M289 または M386 発射機に乗せられた後照準を定められおよそ5分で発射できたオネストジョンはわずか6人の人員とクレーン1機で発射準備ができたため 1950年代のすべてのアメリカの核兵器のうちで運用が最も簡単であった。その単純さのため、陸軍部隊は精度も射程も優れた誘導ミサイルであった MGM-5 コーポーラルや MGM-18 ダクロスよりも実際にはオネストジョンを好んだ。オネストジョンの弾頭の内部を見えるようにしたもの、サリンを詰める。 無数の M139 小型化学弾が見える。なお、この写真はデモ用の弾頭で実弾ではない。オネストジョンは当初最高20キロトンの核出力を持つ W7 核弾頭を装備していたが、後に最高40キロトンの可変核出力を持つ W31 弾頭を装備できるようになった。固体燃料、ロケットモーターは、 構造が単純で推進材を充填する手間がなく、取り扱いやすい反面、一度点火された後は水力を調節することができないため、および核弾頭を使用した場合の方兵の安全を確保するために極端に近距離の目標には使用できない。最小射程は 5.5km であり、発射後約8秒の次元進化により起爆する。最大射程はロメートルで、 高度進化により起爆した。1960年代には、神経ガスであるサリンのクラスター弾頭をオネストジョンにも搭載できた。M50 改善型オネストジョンは大幅に改良され、より高い水力を得られ、かつ重量の軽い固体燃料、ロケットモーターを持ち、安定性の改善のために、全く新しいフィンが採用された。これらの変化は、射程を約2倍にし、 大幅にロケットの精度を改善した。ただし、ロケットモーターの水力増大に伴い最小射程も若干伸びた。最小射程時には次元進棺、最大射程時には高度進棺を用いて起爆するのは基本型と同様である。弾頭部は基本型と共通であるため、先端部分の寸法は同じで、独特のくびれ部分から後ろの長さが短くなっている。そのため、 安定翼が小型化されていることも相まって改善型は相対的に弾頭部が大きくなっているように見える。1963年6月に改正された命名規則に基づいて全てのオネストジョンは MGR-1 シリーズに改名された。M289 発射機から発射体制を取るオネストジョン。1954年9月。 改良された M6A1 ロケットモーターを使用する基本システムの純最終バージョンである M31A1 オネストジョンはスタンダードに指定され M31 はリミテッドスタンダードとして再指定された M31A1 の標準化で M31 の基本的な設計が固まったさらに発射できる温度範囲を拡張した M31HC は 1956年秋に陸軍のスタンダードアイテムに指定され生産が開始された。1959年 M31 シリーズの最終版である M31A1C ロケットに生産工学改善を取り入れた M31A2 が使用できるようになった。最初の製品導入は1959年6月から始まり、 1962年12月中旬まで続いた M31A にはスタンダード A として M31A1C モデルを補った。1962年12月13日、M31A1C と M31A2 をアメリカ陸軍はスタンダード A からスタンダード B に指定し、初期の M31 モデルをオブソリートに指定した。 1952年から1960年の間に合計7799機の M31 基本型オネストジョンが生産された。XM50 の死者改善型オネストジョンは1961年5月に全ての要素が揃った戦術ユニットとして最初に現地に到着し、1962年内にはアメリカ合衆国内及び 国外の陸軍砲兵大隊は改善型オネストジョンを装備していた。オネストジョンは1973年から MGM-29 サージェントと共に MGM-52 ランスに更新されたが、NATO 軍とアメリカ陸軍周兵に1982年まで配備されていた。1982年7月9日にすべてのオネストジョンのロケットモーター、 発射機及び関連する地上装備アイテムがオブソリートに指定されアメリカ陸軍からは退役した。1960年から1965年の間に合計7089機の M50 改善型オネストジョンが生産された。M50A1 と称される製造改良版もあった。次のリストはオネストジョンを展示している博物館である出展。 ザ・オネストジョンモノグラフデシグネーションシステムズネット初期の東方特撮映画には M289 発射機に搭載された MGR-1A が登場する。これは当時国会で核爆弾を搭載できるオネストジョンが在日米軍に配備されることが社会党から問題視されておりそうした正常に対する風刺として登場したためであるウルトラ級第8話に登場 モグラ怪獣モングラーへの攻撃に動員された。映像は空の大怪獣ラドンの流用。空の大怪獣ラドン阿蘇山のラドンの巣を攻撃するのに出動。荒烈な集中射撃により阿蘇山の噴火を誘発した地球防衛軍ミステリアンドームに対する第1次、第3次攻撃に使用。いずれもミステリアン側から反撃を受けなかった。この攻撃シーンは空の大怪獣ラドンの シークエンスシーンをスタンダードサイズからシネスコサイズ版にトリミングされている。惑星大怪獣ネガドンネガドンへ攻撃を行うが通用せず。ちなみに作中の年代は昭和100年であり、実に71年にわたって使用されていることになる。なお、これらの登場作品ではいずれも陸上自衛隊もしくは防衛隊所属という設定である。また、地球防衛軍には、 オネストジョンに類似した自走ミサイル発射機という兵器が登場している EN ニュークリアウェポンズザ・ユナイテッド・キングダム2007年6月26日20時33分 ABC ミサイル・インデックスミサイル・インデックスプロジェクト2007年7月14日閲覧オネストジョンロケットランチャーデニッシュアーミー・ビアケルズホームページ2007年7月14日閲覧 で、オネストジョン2007年7月13日15時27分 EN プラトン2007年3月27日0時49分 ABC オネストジョンレッドストーンにアーセナルヒストリカルインフォメーションレッドストーン兵器賞2007年7月14日閲覧ザ・オネストジョンモノグラフレッドストーンにアーセナルヒストリカルインフォメーションレッドストーン兵器賞 2007年7月14日閲覧。パーシュ、アンドレアス、MGR-1。ディレクトリオブ・ US ミリタリー・ロケッツ・アンド・ミサイルズ・デシグネション・システムズ・ネット。2007年7月14日閲覧。川北孝一監修。モデルグラフィックス編。 東方特撮長兵記画法第2本会画1993年 ISBN9 長7844億9920万5986ウィキメディアコモンズには MGR-1 オネストジョンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。